振り返ってもらっていかがでしたか。そうっすね、今日は本当にタフな試合で、前半から相手に攻められるシーンもあったんですけど、みんなで守り抜いて1点失点してしまったんですけど、逆転できて本当に嬉しかったです。かなりトスのプレッシャーというか強さっていうところを感じた部分あったかなと思い、先制されて難しくなるかなと思ったんですけど、 そのあたりいかがでしたか。そうっすね、トスさんも前からは来ないですけど、ボランチからどんどんプレッシャーかけてきて、本当に嫌な相手で、でも自分たちはひるまずにパスとかで崩せたところもあったし、そこら辺は良かったかなと思います。やっぱりそこは普段から技術止める蹴るっていうのをやってきたからかなと思うんですけど、はい、そこでやっぱ成長してる部分とかいかがですか。そうですね、3年生の時からずっと本格的にやってるので、そこら辺は身についてきたんじゃないかなと思います。はい、自身のプレー今大会振り返ってみてどうですか。やっぱりゴール前の怖さを出そうっていうところあるかなと思うんですけど。そうですね、自分はやっぱフォワードなんで、もっと点を決めないといけないポジションなんで、今日はそこで同点ゴール決めれたことが自分にとってはすごいプラスになったんじゃないかと思います。はい、改めてその同点ゴール振り返ってもらっていかがでしたか。そうですね、今日ピッチスリッピーだったんで、キーパー弾くかなと思ってて、正面だったんですけど弾いて、でも狙い通り頭に押し込むだけでした。はい、まあ、見事な逆転勝利ということでしたけど、はい、最後決勝戦に向けて意気込みお願いします。そうですね、決勝なんで本当にここまで来たんで、絶対優勝して大阪に帰りたいと思います。